なんだかトイプードル三兄弟みたいになっています。犬の秘密基地ナウ始まるよ。しっぽプリプリで挨拶をするトイプーさん、どうも犬の秘密基地です。トイプードル兄弟のブーくんとコロくんが来まして、今コロくんとチャトロくんがしっぽプリプリで挨拶していますね。相性が良さそうな感じです。まだまだ2人の挨拶は続いているようですね。茶太郎くんがコロくんのところへぐいぐいと行っています。パルくんとブーくん、白同士クールに挨拶をしているようです。コロくんは早速ゴロゴロしちゃっていますね。隣にいるポメラニアンのサチくんは我関せずといった感じですけど、トイプードルの茶太郎くんはぐいぐいと言っています。コロくんもゴロゴロですね。結局茶太郎くんも一緒にゴロゴロしていましたか。だいぶリラックス状態に入っているコロくん。ミミちゃんもそろそろお昼寝モードですかね。サチくんはトイプードルさんたちが遊んでいてもマイペースですね。ブーくんはちょっと元気なチャトローくんが苦手そうですかね。サチくんとパルくんのマイペースコンビはまったりお昼寝モードです。さすがにチャトローくんも疲れたのか、チャタローハウスで一休み中。チャタローハウスが気になるチワワコンビ、ちょっと休憩したら早速コロくんにまたちょっかいを出しに行くチャタローくん。なんだかトイプードル三兄弟みたいになっています。コロくんの寝姿は王様みたいになっています。マイペースコンビもお昼寝タイムが終わったようですね。チワワのミミちゃん、ポメラニアのサチくん、トイプードルのチャタロウくんのミニトリオになります。はい、ではコロくんおやつをあげます。食べてください。カリカリと食べてますね。ブーくんもおやつをどうぞ。チャタロウくんが来ないうちに早く食べちゃってください。今日もみんな仲良く遊んでいました。まったりな時間が過ぎて行きます。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。